アーモン・レオポルト・ゲートは、ドイツのナチス親衛隊将校。第二次世界大戦中、クラクフ・プアシュフ強制収容所の所長を務めた。戦後に、ポーランドの法廷から、戦争犯罪人として起訴され、ユダヤ人虐殺の責任を問われて、死刑判決を受け、軽視した。親衛隊における、最終階級は、親衛隊隊員。スティーブン・スピルバーグの映画、 シンドラーのリストの主要人物として著名。愛称はモニー。アーモン・フランツ・ゲートとその妻ベルタの間の一人息子としてオーストリア・ハンガリー帝国首都ウィーンに生まれた。父・フランツは軍事専門書を扱うアーモン・フランツ・ゲート出版社のオーナーだった。ゲート家はカトリックを熱心に信仰する過程で、経済的には上層中三階級に位置した。 当時高級品だった自動車も所有していた。父フランツは海外出張が多く、母ベルタがその留守に会社を預かって経営を行っていた。両親ともに仕事が忙しかったため、父方のおばのケーテがゲートを養育した。ゲートはウィーンの小学校を卒業した後、実家ギムナジウムを出る。その後、バイトホーフェンアンデアターヤの大学で経済学を学んだ。 卒業後には、ウィーンに戻り、父の会社で働いた。学生時代からナチズムに共感し、1925年に、国家社会主義ドイツ労働者党オーストリア支部の青年組織に参加した。やがて不統一なオーストリアナチスより、五国団の方に惹かれ、1927年には、五国団の中でも特に反ユダヤ主義が強い。 シュタイアーマルク共同防衛のウィーン支部に入団した。しかし1930年にオーストリアナチスと五国団の議会選挙共闘の試みが失敗した後にはナチスに賛同してシュタイアーマルク共同防衛から離れている。1931年5月31日にナチ党に正式な党員として入党している。1932年に 新衛隊に入隊した。1933年春に新衛隊軍曹に昇進。ドイツでナチ党が政権を取った1933年、オーストリアではナチ党への警戒が高まり、ナチ党は非合法政党にされた。オーストリアの SS 部隊はテロ活動を本格的に行うようになった。ゲートも1933年に、 反ナチ的なオーストリア政府公務員に対して暗殺テロを行いドイツへ国外逃亡している。以降ゲートはドイツとオーストリアを密入国で行き来するようになった。1934年7月にナチ党員によるオーストリア首相エンゲルベルト・ドルフースの暗殺事件がありオーストリアで6000人のナチ党員が逮捕された。ゲートもこの際に逮捕された一人だった。 しかし、ゲートは、脱走に成功し、ドイツのミュンヘンへ逃れている。しかし、ミュンヘンで、新英体地区、英徳指導者、アルフレート・ビクラー新英体上級大佐と対立を、深め、1934年から1937年に、かけて、新英体を追放された。その間は、ミュンヘンで家業の出版業に従事していたという。 1937年に、新衛隊への復帰を許され、1938年春に、アンシュルスがあると、ウィーンに戻った。新衛隊のフルタイム隊員となり、ウィーンに駐留する、一般新衛隊部隊、第89新衛隊連隊に所属した。新衛隊人種移住本部の許可を得て、1938年10月23日に、インスブルック生まれのアニーガイガーと結婚した。 彼女との間に3人の子供を設けており、うち2人が無事成長した。1940年11月に、新衛隊総長に昇進した。1940年にカトビッツへ派遣され、ドイツ民族対策本部、カトビッツ支部で現地のドイツ民族を保護、編入する作業に当たった。1941年11月には、新衛隊少位に昇進。 1942年8月からは、ラインハルト作戦の執行責任者である、ルブリン地区新衛隊及び警察指導者、オディロ・グロボクニック新衛隊少将の事務所で勤務し、ルブリンゲットをはじめ各地のゲットを解体の作戦に、従事した。その際の残虐さからゲートは、ルブリンの地に植えた犬と呼ばれた。起乗する、アーモンゲート・プアシュフ収容所内に残るゲートの住居。 映画、シンドラーのリストではこのバルコニーから狙撃していたが、実際には収容所、敷地自体が、この住居より高い位置にあるため、この場所からの狙撃は、地形的に不可能である。ただし、狙撃自体は別の場所から行っていた。1943年3月の、クラクフゲット解体直後の写真。ユダヤ人から強奪した荷物が転がる、この、鉱石でゲートは、 1943年2月11日に、倉川地区親衛隊及び警察指導者のプラショフ、強制労働収容所の所長に任命される。親衛隊少尉クラスとしては、異例の所長就任であるが、東部戦線の選挙悪化で人員が不足していたのが、その原因とみられる。親衛隊及び警察指導者の強制労働収容所は、 強制収容所と違って統一的な規則がなく、所長であるゲートが絶対的権限を有した。所長就任に際しての囚人に向けた演説の中でゲートは、俺はお前たちの神だ。ルブリンで俺は6万人のユダヤ人を片付けた。次はお前たちの番だと述べた。百四十三年三月十三日から三月十四日にかけて行われた。 クラクフッ頭の解体もゲートが人頭指揮を取っており、大勢のユダヤ人を殺害しつつ、働ける者は自らの強制収容所へと移送した。1943年7月には、東部新衛隊及び警察高級指導者、フリードリヒビルヘルム・クリューガー SS 大将とクラクフ、新衛隊及び警察指導者、ユリア・ニシェルナー SS 順将から推薦を受けて2階級。 特進があり、新衛隊隊員となった。所長になったばかりの1943年春から夏にかけては、プワシュフ収容所はゲートの限界を知らぬ恣意的な殺戮によって支配されたという。身長193センチメートル、体重120キログラムの巨漢であったゲートは、すぐにサディスト的成功を示し、毎朝狙撃銃で囚人を狙撃するなど、 恣意的殺人を行った。ゲートの命令一つで囚人に襲いかかる二頭の飼い犬をよく連れ回し、囚人を襲わせることも多かった。ゲートに直接殺害された囚人は500人以上に上り、そのため、プワショフの屠殺人というあだ名をつけられることになった。囚人を処刑した後は、その記録を逐一記録カードに収めた。 これはその親類も残さず抹殺するという目的があり、収容所に不満分子が残ることを恐れたための措置であった。しかしプワシュフ収容所が新英体経済管理本部管轄の強制収容所となった1944年1月以降には、ゲートも恣意的な射殺を控えざるを得なくなったという。新英隊経済管理本部は、監視が 奴隷労働力たる強制収容所囚人を恣意的に殺害することに目を光らせており、囚人の処刑、拷問には本部の許可を得ることを義務づけていたからである。1944年4月20日には武装親衛隊予備役の親衛隊隊となり、これによりゲートは軍人の将校に列した。ゲートはこれを大いに喜び、親衛隊人事本部長、 マクシミリアン・フォンヘルフ新衛隊大将からの事例を自慢げに見せて回ったという。ゲートは国庫に収められるべきユダヤ人から没収した財産を横領しており、その金で豪勢に暮らしていた。屋敷でパーティー三昧の生活を送り、毎週新しい靴を作らせ、自家用馬や自家用車を数台所有していた。プアッシュフ収容所はブラッシガラス製品、 繊維製品、靴の製造を行っていたが、いずれも戦争遂行に絶対的に必要なものとは言えなかったため、この収容所は常に閉鎖の危険があった。しかしまるまると太っており、重い糖尿病を患っていたゲートは前線に送られることを嫌がり、なんとか贅沢三昧な生活を続けようとプワシュフ、収容所の存続に努力していた。プワシュフ収容所は、 拡張を続け、1944年夏の時点では2万4000人のユダヤ人囚人と少数のポーランド人囚人を抱えていた。ゲートは部下の親衛隊員に対しても冷酷に接し、些細な罪状で親衛隊の規律委員会や警察に引き渡した。さらに自身は大っぴらに闇取引を行った。 彼の部下の親衛隊員たちは我慢の限界に達し、親衛隊捜査判事である、親衛隊中佐コンラートモルゲン博士に訴状を送るに至った。その中には、我が軍の兵士が東部戦線で死んでいるのに、ゲートはパシャのように暮らしていると書いてあった。1944年9月13日、休暇中で故郷委員に帰っていたゲートは、 コンラート・モルゲン博士によって、横領容疑と、囚人虐待容疑により、現地で逮捕された。ルブリン強制収容所所長、ヘルマン・フロアシュテットやブルヘンバルト強制収容所、所長カール・オット・コッホも同罪により、モルゲン博士によって逮捕され、処刑されている。1945年初頭に、証拠不十分で、ミュンヘンの裁判所はゲートに、 無罪判決を出しているが、ゲートは、親衛隊から除隊することとなった。またこの間の高知諸生活でゲートは、だいぶ痩せた。1945年1月には、ブリュンリッツのオスカー・シンドラーの工場を訪問している。シンドラーは怯える、ユダヤ人たちに、何も心配することはない。彼は、もはや単なる民間人に過ぎない。と述べて安心させたという。 1945年8月29日に撮影された、高知中のアーモンゲート裁判にかけられる、アーモンゲート・ダッハウ強制収容所の跡地に設けられた、捕虜収容所に収容されたゲートは、ドイツ国防軍の制服に着替え、アメリカ軍に対し自分は、福音兵であると申告した。しかし正体がバレアウシュビッツ強制収容所所長のルドルフ・ヘスと共に、 ポーランドに護送された。1945年7月に、クラクフに護送されたゲートに対し、8月から9月まで裁判が行われた。ゲートにかけられた罪状は、プワショフ収容所における8000人殺害の責任、クラクフ月頭における2000人の虐殺に対する共同責任、いくつかの収容所での数百人の処刑に対する責任だった。 検察側証人として法廷に呼んだユダヤ人の名前を読み上げる検察官に向かいゲートは何そんなにたくさんのユダヤ人がまだいるのか豚どもは一匹も残ってはいないはずだったのになと叫んだ裁判でゲートは自分はただの軍人に過ぎず上官の命令に従っただけと主張した罪状については他の親衛隊員の責任であって自分には 一切の責任はないと語った。証人たちがゲートの殺人を証言する際には顔を背けたり、証言が誤りであると異論を挟んだりした。しかし結局ゲートは死刑判決を受けた。ゲートは自分が人間社会に役立つ一員であると力説して原型嘆願書を書いたが却下された。翌年9月13日にクラクフにて執行された。 方法は、公主刑であったが、長身であったため二度もロープが切れて失敗した。三度目の形執行でようやくロープで、首の骨が折れて絶命した。最後の言葉は、ハイルヒトラーだった。処刑の際の様子は、現在でも、動画投稿サイトなどで目にすることができる。遺体は焼却され、遺体は、ビスワ側に流された。身長は193センチ。 当時のドイツ人としては、かなりの長身だった。ゲートの初期をしていた囚人ミーテク・ペンパーによれば、ゲートは陽気な人間で、よくゲラゲラ笑っていたというが、ユーモアのセンスは全くと言っていいほどなかったという。またペンパーによると野心家で上官の代理を無視するのが、好きだったという。クラクフでも、ユリアン・シェルナー親衛隊上級大佐の副官、ビリー・ハーゼ親衛隊少佐を無視して、 シェルナーと直接接触してばかりだったという。ペンパーはゲートがプワシュフ所長に赴任してきたのもルブリンキング時代にグロボクニックの副官ヘルマンヘフレ親衛隊少佐と対立したためではないかと推察している。彼が恣意的に囚人を殺害していたことの証言は数多い。ペンパーによればペンパーがゲートの口述を筆記している時に 突然ゲートが立ち上がって銃を取ったかと思うと窓を開いて銃を乱射し始めたという。外から悲鳴が上がる中、ゲートは何事もなかったかのように席に戻ってペンパーにどこまでだったかなと尋ねてきたという。戦後イスラエル最高裁判事に出世した囚人モシェ、ベースキは2003年のドイツテレビ局のインタビューの中で 自分の邸宅から指令室までの坂を降りていく途中に、ゲートが何の理由もなく一人、二人を射殺することが幾度となくありました。と述べている。複数の囚人の証言によればゲートはその日の気分でアクセサリーを変えたので、彼が殺人を犯す恐れが高い日が外見から分かったという。白い手袋、マフラー、つばツきの軍防か。 チロリアンハットをかぶっている時は殺人を行う可能性が高かったという。ゲートの邸宅で家政婦をしていた囚人へ、レーナ・ヒルシュはゲートの裁判でゲートについて次のように証言した。俺が命令したらそれは神聖だと思えと彼は一度ならず、そう言いました。ゲートは自分の全能に酔っていて人を怖がらせて喜んでいました。 危険になりそうな囚人はあっさりと片付けました。自分はプワッシュフの無観能であると思い、無条件の服従を要求したのです。オスカー・シンドラーの妻、エミリエ・シンドラーはゲートについて、彼は二重人格者で一方では、ウィーン人がそうするように紳士として振る舞い、他方では自分の支配下に置かれたユダヤ人に対して休みなく、 テロ行為を働いて、いじめ抜いたものでした。アーモンゲートは、血も涙もなく冷淡に人を殺すことができ、同時に、クラシック音楽のレコードから聞こえてくる雑音はいかに、小さなものでも聞き分けることができましたと述べている。映画、シンドラーのリストでも描かれている通り、シンドラーとは、仲が良かった。シンドラーはゲートを、愛称の、モニーで呼び、 様々なプレゼントや女を彼に送っていた。シンドラーは低賃金ユダヤ人労働者を確保するためにゲートの行為を常に必要としていた。家政府の囚人ヘレーナローゼンツバイクの証言によれば他の工場主たちもゲートの行為を必要としていたが彼らはゲートのドンチャン騒ぎには付き合わず、シンドラーだけがいつも付き合い。 そのためゲートはシンドラーを一番の親友と思っていたという。そのことについてローゼンツバイクはシンドラーは超えてはならない限度を超えていました。アーモンゲートもオスカーシンドラーもどちらも権力を持っていたんですが一方はそれを殺人にもう一方は人の命を助けるために使ったんですと述べている。ゲートは3回結婚している。 最初の結婚は1934年に両親の勧めで行ったものだが1年ほどしか続かなかった。1938年10月23日にインスブルック出身のアニーガイガーと二度目の結婚をしている。彼女との間に三人の子供を設けた。長男ペーターは生後9ヶ月で死去。長女インゲボルクは1990年代初めに死去。 ジナン・ベルナーは1960年代の終わりに死去した。プワッシュフの所長をしていた頃、ルート・イレーネ・カルダーと恋仲になり、ルートとの再婚を念頭に兄とは離婚した。ルートはグライビッツ出身でこの頃にはオスカー・シンドラーの秘書をしていた。器量の良い彼女は、シンドラーの指示でゲートに色目を使って取り入ったのだが、それがきっかけで本当に、 ゲートの愛人になったという経緯だった。1945年11月に、ルートとの間に、次女、モニカ・クリスチアーネ・ゲートを設けた。ルートは、ゲートと共に、プワシュフで贅沢三昧の生活を送っていた。ルートは後に、プワシュフ時代を改装して、美しい時代でした。夫のゲートは、王で私は、王妃でした。誰だって気に入らないわけがないでしょう。 すべてが終わってしまったことだけが残念ですと述べている。ルートは基本的に収容所で起こっていることには感知したがらなかったが、しばしば彼女がゲートに静かに働きかけて個々の囚人を拷問や銃殺から救ったことは多くの証人が証言している。ゲートが処刑された後、ルートはアメリカ管理局にゲート生を名乗ることを申請した。 戦後の混乱がなければ結婚していたことがその理由だった。ゲートの父フランツも息子がルートと婚約していたことを確証したのでこの請願は許可され、ルートはゲート生になった。ルートは戦後もなき夫ゲートを擁護し続け、インタビューでは彼は残酷な殺人者などではなく他の人と違いはありません。他の親衛隊員と同じでした。 アーモンが数人のユダヤ人を殺害したことは否定しませんが多数ではありません。あのような収容所は遊園地ではないのですと述べている。彼女は病気を患っていた1983年1月9日に病区から逃れるためと子供に負担をかけまいという配慮からミュンヘンで睡眠薬による自殺をした。次女モニカは1970年に ナイジェリア国人の留学生との間に、娘、ジェニファーを設けるが、仕事との両立が難しく教会の養護施設に預け、その後養子に出している。このジェニファーは後に、ソフアーモンゲートについての本、アモンを出版する。モニカは1971年に、ドイツ人と結婚し、1976年に娘、イバッテを設けた。イバッテはヘロイン中毒者になり、 その治療生活が続いている。イバッテは2001年に息子を設けているが、その子に、ダービッド・アーモンゲートと名付けている。2002年、マティアス・ケスラーはモニカに2日間にわたるインタビューを行い、その内容を、書物、イヒモス・ドク・メーネン・ファーター・リーベン・オーダーにまとめて出版している。彼女は2005年にインタビューで、父親の行いは、恐ろしく、 忌むべきものだった。その記録が詳細に残されているのは良いことだ。まだ生存している。戦争犯罪人は追求されるべきだと発言している。ゲートの父のフランツは息子と違って長いナチ党員歴を持つわけではなく、1933年3月の総選挙でのナチ党の対象を見て慌てて入党した、いわゆる3月党員だった。戦後、 フランツはルートへの手紙の中で、あのモニーがーモの世にいないとは今もって信じられません。息子は、きっとどこかで生きている。そう思っていました。と述べて、息子の死を痛むとともに、自身の財産が、ユダヤ人の共産党管理官に奪われ、またそのために、ゲートの戦災のアニーに医者料の追加支払いができず、訴訟沙汰になったことで、経済的苦境に陥っていると主張している。 ゲートは、プワシュフ所長時代も、家族との連絡を絶やさず、初期ミーテクペンパーに口述筆記させて、妻、アンナや、父フランツに手紙を、創り続けた。妻には子供たちの様子を、父には、家業の出版業の経営状況をよく尋ねている。妻からの手紙で、ベルナーが陰ンを叩いたという話を聞いたゲートは、その返信に、叩くのは、 おそらく俺の血なんだろうなと書いている。スティーブン・スピルバーグ監督の映画、シンドラーのリストでは、ゲート役をレーフ・ファインズが演じた。映画では、シンドラーと対照的な双子的存在の悪役として描かれる。ファインズが演じたゲートのキャラクターは、2003年にアメリカ映画協会が行ったアメリカ映画100年の悪役ベスト50で15位に選ばれた。 日本語文献英語文献ありがとうございます。